四日市消防本部は、三重県四日市市の消防部局。三重郡朝日町及び川越町は、四日市市に常備消防事務を委託している。緊急消防援助隊の三重県、代表消防本部である。2020年4月1日現在消防車両88台、各所に水難救助隊員配備四日市消防本部は、平成15年に改正された。 消防組織法の改正により、緊急消防援助隊が、三重県隊として発足された。県内初の高度救助隊や、全国初のエネルギー、産業基盤災害速応部隊など特殊な部隊を有し、さらに緊急消防援助隊の三重県隊の代表消防機関である。また、四日市消防本部が出動しない場合は、 市消防本部が代わりに代表消防機関を行う。四日市の緊急消防援助隊登録状況は以下の通りである。また、2014年度より全国初のエネルギー、産業基盤災害即応部隊を登録した。東日本大震災では、四日市消防本部は緊急消防援助隊として出動。なお、出動の際に津波の影響のために、 東名高速道路が通行止めとなったため、ネクスコ中日本と協議し、当時工事中の第に東名を利用できるようにし、被災地へと三重県隊は向かった。活動と隊については以下の通りである。平成23年3月11日に発災した東日本大震災では、三重県から船体344名の緊急消防援助隊が出動し、 3月11日から3月21日の間、千葉県市原市、宮城県仙台市にて活動。第1次派遣隊の市原市への出動は、四日市市がコンビナートを持っているため、コンビナート火災消火能力を持つ消防車を持っているので、市原市のコンビナート火災の消火のために出動。平成22年4月1日から、四日市市消防本部の6名の隊員が、 国際消防救助隊員に登録されている。ありがとうございます。